打ち上げはですね、南信州っていうと必ず焼肉、しかもジンギス、あるある、消防団、それの会合の時は必ず焼肉、ジンギスがつきものですね。ほぼ必ずです。99% ぐらい焼肉、運動会の慰労会とか、なんかあの地区の集まり、お花見も慰労会でしたね、今年。それ全部焼肉。焼肉、うん、なんか仕事が一段落した時とか、あ、昔は田んぼ多かったとこはよく田植えじまいとか、なんとかじまいとか、そういう感じで、あの、何か食べ、焼肉したりはしてました。焼肉大好き。南信州はな、日本一の焼肉の町って言われとるんだに。よく食べますね。飲むっちゃ焼肉が多いだなと思います。焼肉多いですね、はい、家族3世代で焼肉とかってよくありますね、はい、飯田の人にとって焼肉、そうですね、もうソウルフードですかね、はい、こんな人もおるに。あの、牛肉を食べに行ったの、食べたのは東京に行ってから。焼肉っていうのはマトンか豚肉か鶏肉しか知りませんでした。あるある、なんでもかんでも行事の後は焼肉だ。あるある。横断歩道で渡るときに必ず渡った後に後ろを向いて丁寧にありがとうございましたってお礼を言ってくれて、もうそれを見て癒されて、よし今日も働きに行こうっていうぐらい本当にね、可愛くて。ここら辺の子たちは普通に信号待ちあるじゃないですか。で、自分右折したくて、でもこう通行者がいるからこう待ってるじゃないですか。それが小学生とか中学生のことだと、こう、あ、待ってくれてるって思うのか、こう小走りで走ってって、走ってってこう目的地に着いたのに、こうくるって向いてくれて、あの、礼をこう深々とこうお礼をしてくるんですけど、あの、照れます。あるある。村の子供たちが、あの、知らない私たちにもすごいご挨拶をしてくれて、みんなで見守りましょうってい う, こう気持ちがすごいこう伝わってくるので、それがすごいなんかこう温かいなって、まだこう日本ってまだいい国だなって思いますね。うん、かわいい。わたるとペコリ、ありがとう。あるある。しょ、朝になると町の広報が流れ、全校お家にそれぞれちゃんと機械がついてて、もう一斉放送。おはようございます。こちらは広報阿南、広報阿南です。2月15日金曜日です。一応目覚ましで起きるんだけど、それが流れると、あ、しまった6時だって思って起きます。11時半にお昼の時にもなって、9時にもなって、9時と3時はお茶。それをお知らせしてくれるんです。そうです。あるある。防災無線って言って、あの、朝のお知らせです。当然あの緊急時の時もね、あの、放送するものなんですけど、もう必ず各家庭1台ついております。町の情報が分かるとか、あと、まあ、あんまりいい話ではないけども、どこどこでお葬式があるとか、そんなような、生活に密着したようなことが
お知らせに入っているので大変ありがたいと思っております。朝鳴るのはどうですか？うるさいです。しょっちゅう鳴るにみんなの合図、そんな放送あるある。おいでなしょ南信州においでなんしょ。